当にミクもリンも背中を押してくれてありがとう。いくら感謝してもしきれないくらい。どうお礼を言えばいいのか。私たちはみんなが思いを見つけて歌ってくれたことが一番嬉しいよ。そうそう。あ、でもまたここに来て歌ってくれたら嬉しいな。そうだね、ここはみんなの世界だし、またいつでも来てね。あ、落ち込んじゃった時も来てね。絶対に私が元気にするから。ええ、ありがとう、リン。リンちゃんのおかげで、アイリちゃんも私も元気になれたわ。ありがとう、リンちゃん。えへへ、どういたしまして。あの、ミクちゃん、リンちゃん、一緒に歌ったさっきのライブ、すっごく楽しかったから、もしよかったら、また一緒にライブしてもらってもいいかな。もちろん。私、またアイドルをやろうと思う。やっぱり私にはアイドルしかないって思ったから。よかった、本当によかった。じゃあまた事務所に戻るの？それとも別に誘ってくれてるプロダクションがあったり？そういうところまではまだ考えられていないけど、でもやってみたいことがあるの。前にとっても美味しいところがあるのよ。お気遣いありがとうございます。先輩たちにこんなに手伝ってもらったのにな、うん、何らしくなくへこんでるわけ？む？そうね、なんて言ったってみのりちゃんは私たちを励ましてくれたアイドルですもの。これくらいじゃ諦めないでしょ。はい、落ちた50回が51回になっただけです。